でもカフェとかってなんかさ、ちょっとおしゃれだよな。モテたらすごいさ。え、何やってんのペコちゃんって。あ、今自営業でカフェ。おしゃれー。マジでカフェにしようかな。カフェ経営してるよ。一杯飲んでく。うちの入れたコーヒーめちゃめちゃ好評だよ。店の名前はラビットハウス。どうなんだろう、ウサギのさ、うんこ使ったコーヒーってあんのかな。よく猫ちゃんのさ、うんち使ったさ、コーヒーあるよね。うちのコーヒー屋はウサギのうんちを使ったコーヒー。絶対別の店だと勘違いされる。なんでよ。ええやん。ここからピョンピョンってちゃんとペコラ歌っとくから、 BGM で。ウサギのうんこ使ったコーヒーで、それが名物にするわ。人気店になるでしょ、きっと。美少女中学生とかバイトさせるわ。あれはコーヒー豆を食ったうんこだからコーヒーになるんやぞ。え？そうだったの？勝手にペコちゃんは猫のうんちを、うんちなんだと思ったけど。猫のうんちを勝手になんか取って、そこから抽出したコーヒーだとばかり。まずは自分で試飲せね。いやいや、お客様にもう一つ一つ違うのよ。ラビットハウス提供コーヒーはその人その人に合ったブレンドをしますと。だから味なんて確かめない。ペコーラのその人の雰囲気を見て作るから。あなたは甘いもの好きですかって人には砂糖大量に。そう、毎回コーヒーガチャ始まる。あ、今日なんかペコちゃん機嫌悪いのかなみたいな。クソ逃げやとか。あれ今日甘いな、ペコちゃん。これ今日は機嫌がいいのかも。コーヒーの味でわかる店長の機嫌どういう。名前はそうだな、ペコラの気分っていうコーヒーにするわ。値段1000円。ペコラの気分がわかるならいいや。1000円。高いと言わせないよ。高くねえよ。ペコーララビットハウス名物のコーヒーなら1000円当たり前やろ。300円とかでさ、飲めると思っとうか。なあ、ペコちゃんの機嫌が300円でわかると思うか。せめて500円。でもカフェのさ、カフェ屋さんのコーヒーって何円ぐらいするんだろう。ペコーラとコーヒー飲まなすぎてわからない。